デジー・バーナード・ウィルソンは、アメリカ合衆国、ニューヨーク州ナスオーウン出身の元プロ野球選手、監督。フェアレイ・ディッキンソン大学では、バスケットボールのフォワードとしても活躍した。1987年の MLB ドラフト15巡目で、ボストン・レッドソックス。1989年の MLB ドラフト87巡目で、ヒューストン・アストロズからそれぞれ指名されるものの、 いずれも契約せず、フェアレーディッキンソン大学在籍時の1990年には、全米大学体育協会のノースイーストカンファレンス男子バスケットボール部門にて、最優秀選手に選ばれている。1991年の MLB ドラフト30巡目で、テキサス・レンジャーズに指名されて契約。レンジャーズでのメジャーでの出場はなく、1994年12月22日に、 ジョン・バーケットとの交換トレードでリッチ、オーリリアと共にサンフランシスコジャイアンツに移籍。1996年はトリプル A 級で高打率をマークし、8月7日にメジャー初昇格を果たす。1997年もトリプル A 級で高打率をマークするものの、メジャー昇格はならなかった。1998年に第三の外国人選手として、 NPB の阪神タイガースに入団。当時、一軍の外国人枠の野手人数は二人だったが、1998年の阪神にはデーブ・ハンセン、アロンゾ・パウエルがいたため、その二人との兼ね合いも重なり、1998年における一軍での出場は16試合にとどまる。二軍でも目立った成績を残せず、同年オフに自由契約となる。 1999年及び2001年はアリゾナダイヤモンドバックス参加、2000年はシカゴホワイトソックス参加のトリプル A 級でプレー2002年から2007年まではサマセットパトリオッツを皮切りに、延べ8球団のアメリカ独立リーグのチームでプレーした。アンダーソン・ジョーズに在籍した2007年は選手兼任監督を務めた。 2009年からシカゴカブスの参加 A プラス級で打撃コーチを務め、2013年には A 級の打撃コーチに昇格した。長身から大きな単位を意味するユニットというあだ名があった。ジャッキー・ロビンソンを尊敬しており、阪神時代の背番号は彼と同じ42だった。体格に似合わぬ瞬速の持ち主で体当たりプレーが心情だった。 ありがとうございます。